皆さんこんにちは、SノリのSです。今回なんですけども、新しくですね、洗車道具の方を購入しましたんで、そちらのね、施工をやっていきたいと思います。で、今回ね、新しく購入したのがこちらです。オートグリムのホイールプロテクターという、ホイールのね、コーティング剤を新しくね、購入しました。で、オートグリムといえばね、以前にレザーシートのね、メンテナンスクリーナーをね、オートグリムのやつを購入して施工レビューしまして、今もね、定期的に使用の方をしてるんですけども、このイギリスのね、硬質ということで、アストンマーティンとかね、ランドローバー、あとジャガーとかね、の自動車メーカーでも広くね、愛用されてる商品ということで、会社のね、信用度が非常に高いところの商品なんですけども、新しくね、ホイールのコーティング剤ということで購入しました。で、ちょっと特徴としましてですね、まずエアゾール式ということで、ホイールにね、吹きかけて使うコーティング剤っていうことと、特に欧州車はね、ブレーキダストが非常に出やすい、つきやすいねっていう特徴があるんですけども、そういったブレーキダストをつきにくくする能力が高いと。あとはホイールのね、洗浄も非常にしやすくなるということで、非常にね、楽しみな商品です。はい。で、裏側にですね、いろいろと特徴とか、あと使用方法なんかがね、記載されてるんですけど、見えるかな？ちょっとボケてるかな？こんな感じで、はい、書いてまして、使用方法なんですけども、まずはホイールがね、洗浄済みで乾いており、触れられる程度に冷めていることを確認してくださいということなので、まずはね、ホイールをしっかり洗ってください。で、ブレーキダストとか砂ぼこり汚れをしっかりきれいに洗い流した上で、乾かしてから使ってくださいということなので、濡れてる状態では施工ができませんということですね。なんで、しっかりホイールをまず洗って、で、乾かすか水滴をしっかり拭き取ってね、施工をしてくださいということです。で、あと触れられる程度に冷めていることを確認してくださいってことなので、まあ、手でね、触れないほど熱い状態のホイールには施工しないでくださいということです。まあ、なかなかね、ホイールがそこまで熱くなることっていうのはまあ珍しいので、まあ、しっかりホイールをね、洗って水滴をね、除去した上で、拭き取った上で施工してくださいということです。で、缶をしっかり振ってね、ホイール表面にまんべんなくスプレーしますということなので、まあ、簡単にね、購入する前に、このオートグリムのね、ホームページでホイールプロテクター見まして、で、施工動画がね、1分ぐらいの上がってたので、それを見ました。で、本当にね、簡単に振ってるだけだったので、そういった感じでまんべんなくスプレーしてくださいと。で、あとは出る量がね、使ってみないとわからないので、どれぐらいの力加減でね、ノズルを押せば、どれぐらい出るのかっていうのはちょっと使ってみないとわからないので、そこはね、やってから確認したいと思います。で、塗布したコーティング層は、拭き上げたり触ったりしないで、そのまま1時間から1時間半乾燥させますということなので、塗り込み式のコーティング剤とかだと、しっかりね、スポンジで塗り込んだ後、クロスでね、拭き上げて塗り伸ばしていくっていう感じのね、施工方法が多いんですけども、こちらのオートグリムのね、ホイールプロテクターに関しては、拭きかけたらもうそのまま放置、一切触らないということですね。で、乾燥時間までは、できるだけ長く取ってくださいということなので、まあ、結構ですね、1時間から1時間半っていうことはね、まあ、結構な時間乾燥させるということですね。で、過剰に塗布した液剤に関しては、白色の残留物となることがありますので、乾く前に布で拭き取ってくださいと。つけすぎて、白くね、残った場合は、乾いた布でしっかり拭き取ってくださいということです。で、あとは最後ね、濃い色のホイールにはご使用になれませんということで、まあ、黒色のホイールとかダメっていうことなんですかね。まあ、一応書いてます。で、あと成分としては、石油硫分。まあ、エアゾール式なんでね、石油硫分が入ってますということが書いてます。日本語でね、ちゃんと書いてくれてるのでわかりやすいですね。はい、じゃあね、早速使っていきたいと思います。まあ、久しぶりのね、洗車道具の使用なんで、ね、非常に楽しみですけども、まあ、実際どれぐらいのね、ツヤが出るのかっていうのをね、ちょっと見てみたいと思います。はい、それではね、まず、施工をね、する前に、しっかりね、ホイールをきれいにね、洗います。
で結構ねブレーキ出すとで砂ぼこり汚れで場合によってはね泥汚れなんかもホイールに付着しているのでまずね施工をホイールプロテクターをね施工する前にしっかりねホイールについているそういった汚れをまずはね洗い流していきます。で、ホイールをね、きれいに洗い終わりましたら、水滴をね、しっかり拭き取っていきます。ホイールプロテクターをね、乾いた状態のホイールに吹きかけていくという施工方法なので、しっかりね、この水滴をまずは拭き上げます。じゃあね、早速こちらのオートグリムのホイールプロテクター施工をねしていきたいと思います。でまずはねしっかりこの缶をね振ります。はい。で、これをねまんべんなく吹きかけていくということなんで実際にねやってみます。おがあるとね結構流されるんでホイールにね近づけて吹きかけた方がいいっすね。おーこんな感じ。うわっツヤやば。まあ今濡れてるからなのかもしれないですけどツヤがやばい。何これ。こんな感じです。この濡れてる感じ、まあ濡れてるんですけど実際乾いてこの状態やったらめちゃめちゃいい感じですけどね、これ。で、結構ね、今軽くシューッとね、吹きかけたんですけど、液体感がすごいというかね、こことかね、垂れてきてますけど、かなり量がね、出るというか、しっかり濡れてくれる感じですね。このまま1時間から1時間半乾燥させると、吹き上げとかはしないらしいのでこのままです。吹き上げたり触ったりせずに1時間放置するということなんでこの後ね1時間ぐらいちょっと乾燥させたいと思います。はい、ということでホイールプロテクターを施工して1時間ぐらいですね経ちましたんでホイールのね状態ツヤの方をね見ていきたいと思います。こんな感じです。はい、こんな感じ。施工直後のねような濡れたようなねてかあれは濡れてたんですけど実際ツヤっていうのは乾いてねまあ薄くはねなってますね。やっぱり、まあ、あれは濡れてたからあんな感じにね光ってたということなんですけどでもね施工前よりかは、ツヤがね、出てる気はします。ぬるっとしたね。で、触るとね、もう明らかに違いますね。滑るというか、滑りがね、全然違います。施工されてるなっていう気がね、します。かなり、ぬるっとしてるというかね。で、ちょっとね、施工、まあ、吹きかける時のね、量が多かったのか、乾いた時にね、若干、白くね、跡が残ってる部分も、あ、こういうとことか見えるかな。こういうとこね、これ。でもね、乾いたタオルで拭けばね、簡単に取れたので、まあ、拭きかけてね、乾いた後に、そういうね、白い跡が残った場合は、乾いたクロスでね、拭けば簡単にね、取れてくれるということなんで、まあ、初めてのね、施工だったんで、ちょっと多く振りすぎましたけど、もうちょっとね、軽めにすればそういうね、白い跡とかも、こういうとこね、あ、わかりにくいかな、光って。あ、ちょっとわかりにくいですね。ちょっとあるんですけど、こういうのもね、なくなると思います。はい、ということで、今回ね、
初めてこのオートグリムのねホイールプロテクターを施工してみたんですけども、まあ、施工はねとてもしやすかったですし、思ってたよりねツヤの方もいい感じに出たので非常にいいんじゃないかなと思います。あとはね実際にこれでどれぐらいね汚れのつきにくさっていうのが、まあ、上がったのかで、ついたねホイールダストの取れやすさですねが、どれぐらい楽にね今後汚れが取れてくれるのかっていうのはまたね次回様子をね見ていきたいと思います。以上、今回はねこのオートグリムのホイールプロテクターを施工していました。特にねスポークの数がね多くて、塗り込み式のねタイプのコーティング剤がなかなかね大変という方にはねスプレー式なので非常に施工しやすいんでねおすすめなんで、ぜひね一度試してもらえればなというふうに思います。以上、今回はオートグリムのホイールプロテクターの紹介でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。